嫌な夢を見てました。はい、タッキーです。普段は、この家をベースにいろいろやっています。たまに別のワールドの住人も来ることがあります。正夢にならないよう、回路周辺はブロックで囲っておいたので、ゾンビが大量に出現しても大丈夫。念のため壊れていないか確認に行きましょう。簡単回路説明は、後半です。ということで、到着しました。装置は壊されていないようです。今回のゲームは、大量発生したゾンビが、出口に向かって迫ってくるので、タイミングを見て溶解炉に落としていくという単純なものです。装置も吸着ピストンを使った簡単回路なので、初心者の方も作れます。装置を昼間に動かすとゾンビが燃えるので夜まで待ちましょう。夜になったので、早速ゲームをやってみます。こっちのレバーを引くとゾンビが大量発生します。こっちのレバーを引くとトラップが開いて溶解炉への落とし穴が開きます。トラップが見えやすいように、トラップ周りのブロックはガラスにしています。掘ったほどトラップに近づかないですね。時間がかかるので弓を使います。全員倒したので、一旦終了します。広いところに移動しましたので、今回の回路を作っていきましょう。初心者向けなので簡単です。まずは、落とし穴用のトラップを作ります。最初に 2×6 マス分を1ブロック掘ります。次に吸着ピストンを両端に2つずつ設置します。その前に蓋になるブロックを設置。次にレッドストーンを置くための通路を掘ります。通路ができたらレッドストーンを置いていきます。次にレバー側の通路を掘り、その上にレッドストーンを置きます。レバーを置いたら動作確認。左側のピストンが動いてないですね。レバーからの動力がピストンまで届いていないのが原因です。間にレッドストーンリピーターを設置し、動力を増幅させれば大丈夫。設置する向きに気をつけよう。トラップが動作していれば装置の完成。次に、周りにブロックを置いて装置を隠します。最後に溶解炉を作って仕上げます。ゾンビの排出装置については、ナンバー2を参照ください。感圧板からの動力を、レバーからの動力に変えるだけです。ということで、前回作った回路を残しつつ違うゲームを作ってみました。2つの回路を組み合わせても、ミニゲームは作れるのでいろいろ試してみてください。ピストンの回路も縦に積んだらドアとしても使えます。初心者でも応用できる簡単な回路を使ったミニゲームなど投稿していきますのでよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、また次の動画でお会いしましょう。